門別競馬12レース、王冠賞1800です。能力偏差値ですが、B ランク2等、C ランク1等のレースとなります。これから偏差値上位馬の適正分析を、指数グラフで解説していきます。最後に、適性を反映した予想印を公開します。それでは指数グラフへ切り替えます。指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は日付の時系列、 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。その他の競争条件も同時にプロットされていますので、様々な適正分析が可能です。例えば、ババ状態はグレーの丸でプロットしています。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。 6, 枠6番、ブラックバトラーです。能力偏差値はトップで、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、2層前、5層前に黄色線を上回っています。能力的には、トップグループの一角で、連帯確率は高いです。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1800メートルとなります。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は、 オレンジ色の着順が1着で、紫の丸が1600。5層前は、オレンジ色の着順が3着で、紫の丸が1800。1800は適距離です。展開面を見ていきます。先行力分析シートに切り替えて、一角侵入予想図により、レース展開予想を解説します。右側の一角侵入予想図ですが、逃げ馬が2頭います。先行タイプが4頭います。 この一角侵入予想図の状況からはミドルペースが予測できます。客室による有利不利は少なそうです。指数グラフに戻ってこの馬の客室を見ていきます。一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は6番手からの競馬です。5層前は後ろから後方からの差し追い込みが良いタイプです。展開分析シートを見ていきます。 先行力は21で7位です。上がり指数は28で5位です。上がり指数は評価できません。させないリスクがあります。展開面は、若干のマイナス評価をした方がいいです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。4枠4番、パッションくらいです。能力偏差値は2位で、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、5層前に黄色線を上回っています。 能力的にはトップグループの一角で連帯確率は高いです距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと一層前は紫の丸が20002走前は紫の丸が16002000が適距離ですが1800も守備範囲です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと一層前は花を切っての競馬です 2走前は2番手からの競馬でです。す。す。逃げ、先行が良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は51でトップです。上がり指数は30で4位です。楽に先行できる高い先行力を持っています。展開面はプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。5枠5番大井町です。能力偏差値は3位で。 偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、3層前に黄色線を上回っています。特に3層前は、黄色線を14上回る優秀な指数をマークしています。能力的には、2番手グループの一角で、連体資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、3層前は、紫の丸が1800、1800は敵距離です。展開面を見ていきます。 指数がピークとなっているところを見ていくと3走前は7番手からの競馬です後方からの差し追い込みが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は28で5位です上がり指数は32で2位ですまずまずの上がり指数で差し足を見せられそうです展開面は若干のプラス評価していいです次の馬を解説していきます暫定白三角を打っています 七枠七番、スティールドリームです。能力偏差値は四位で、偏差値ランクは d ランクとなります。金五層では、黄色線を上回ったことがありません。能力的には上位場には劣ります。三着候補までで良いと思います。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと。二層前は紫の丸が千七百、四層前は紫の丸が千。 1700が適距離ですが1走前の紫の丸2000ではまずまずの指数をマークしています1800も守備範囲です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2走前は4番手からの競馬です4走前は5番手からの競馬です後方からの差し追い込みが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は32で4位です 上がり指数は3。2で3位です。まずまずの上がり指数で差し足を見せられそうです。展開面は若干のプラス評価していいです。馬体重を見ていきます。馬体重は黒色の折れ線馬体重の黒線と指数の青線が正比例しています。明日も馬体が増えていればプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定罰を打っています。1枠1番。 北さん彦星です。能力偏差値は5位で、偏差値ランクは D ランクとなります。金5層では、2層前、3層前に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は、紫の丸が1200、昨年の11月は、紫の丸が1700、 1200が適距離ですが1層前の紫の丸今回と同距離の1800では低指数となっています1800は若干長い可能性が高いです展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2走前は2番手からの競馬です昨年の11月は2番手からの競馬です好位からの競馬が良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は48で2位です 上がり指数は25で7位です。まずまずの選考力で、好位につけられそうです。展開面は、若干のプラス評価していいです。ババ状態を見ていきます。ババ状態は、グレーの丸で表されます。ババが渋ると、指数を落としています。明日も、ババが渋れば、マイナス評価した方がいいです。過去1年間の対戦成績を見ていきます。暫定20丸を打った6番の対戦成績は、 5番に対し、1勝0敗、7番に対し、1勝0敗、1番に対し、1勝0敗と勝ち越しています。6番の対戦成績は、高評価できます。暫定丸を打った4番の対戦成績は、6番に対し、3勝2敗、5番に対し、1勝0敗、7番に対し、1勝0敗、1番に対し、1勝0敗と勝ち越しています。 4番の対戦成績は、高評価できます。暫定黒三角を打った5番の対戦成績は6番に対し0勝1敗4番に対し0勝1敗1番に対し0勝1敗と負け越しています。5番の対戦成績にはリスクがあります。暫定白三角を打った7番の対戦成績は6番に対し0勝1敗4番に対し0勝1敗。 1>, 1番に対し、0勝1敗と負け越しています。7番の対戦成績には、リスクがあります。暫定罰を打った1番の対戦成績は、5番に対し、1勝0敗、7番に対し、1勝0敗と勝ち越しています。1番の対戦成績は、高評価できます。以上の適正分析を考慮しました。最終の予想印です。本命20丸を打ったのは、4番、パッションクライです。 能力偏差値は2位の B ランクです。展開と対戦成績を高評価しました。対抗丸を打ったのは6番、ブラックバトラーです。能力偏差値はトップの B ランクです。展開にリスクはありますが、距離と対戦成績を高評価しました。黒三角を打ったのは5番、大井長です。能力偏差値は3位の C ランクです。 対戦成績にリスクはありますが距離と展開を高評価しました白三角を打ったのは1番北三彦星です能力偏差値は5位の D ランクです距離にリスクはありますが展開と対戦成績を高評価しました罰を打ったのは7番スティールドリームです能力偏差値は4位の D ランクです対戦成績にリスクはありますが 展開と枠順を高評価しました以上指数グラフメソッドによる能力適正予想の例を紹介しました指数グラフに加え新聞コメントや調教などの情報も加味すれば必ず回収率向上につながりますぜひ指数グラフメソッドをお試しいただきご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです